デュオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、本日出演したアロマナレコードより藤井陸です。ありがとうございました。非常に気持ちよく歌わせていただきました。まあ、なかなか弾き語りでやる機会もないので、これからまたたくさんやっていけたらなと思います。トークテーマをいただいてまして、過去と未来行けるならどっちということで、僕は過去に行きたいかなと思ってまして、小学校の時に僕はバスケットボールをやってまして、小学校5年生の時に県のなんかフリースロー大会があって、フリースロー何本も入れるという、それでなんか1位になりましてなぜか。それが小学校5年生だったんで、小学校6年生も出場したんですけど、全然結果振るわずで、2大会連続の1位を取ってみたかったので、それに挑戦したいなと思います。8月20日に豊洲で野外ライブがあります。チケットもフリーで、観覧自由になってるので、ぜひ、まあなかなか夏もね終わる時期ですけれども、のんびりと見ていただけたらなと思います。もう一つ直近だと9月10日に、小野雄大さんという方の、バンドセットでのツアーのファイナルに、ツーマンで出演します。僕が思う最強のボーカリストなので、ちょっと自分を奮い立たせて戦う気持ちでやろうと思ってます。ロングセットになると思うので、よかったらご来場ください。今日はありがとうございました。